皆さんこんにちは、堀川みくみチャンネルです。今日のゲストはですね、スタンス TV より井上理香さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日の企画はですね、はい、やっぱりゴルフっていうスポーツは、はい、もちろん距離感を合わせるスポーツです。そうですね、はい、当たり前のこと言いましたですが、今までもちろんセカンドショットとか、うん、もちろん何ヤードって測って打つじゃないですか、うん、もう一切計測なし。それめっちゃ面白そう、はい、ね、うん、だからもう目測だけいい、うん、で目測で自分のその見た目の距離感、見た目の距離感、そうです、はい、英語っぽく言うと見た目の距離感です、はいはい、でもう打っていかなきゃいけないです、はいはい、で対決いきましょう、はい、まあ、対決というか、まあ、パープレー目指していきましょう。そうですね、はい、2人でということで、じゃあ早速いきたいと思います。さあ渡されたのがドライバーです。全然ドライバー持ちたくないですやっぱりね、あの、そうなんだ、やっぱりね、3番ウッドもらっていいですか。普段だったら多分これね、ドライバー持てるんだ、あの向こうの山まで測ったり、バンカー越え測ったり、うんうんうん、左の木とか、そっか、それすらも測れないからね、あのね、見えないところは打てない、怖くて。え、じゃあ待って、質問、あの、あれは見ていいよね、見ちゃっていいよね、しょうがないよね。まあもうなるべくなし、なるべくね、なるべくなし、もう本当見た目でいこう。わかりました、 OK。 じゃあ見た目のもうあの真ん中の白い旗に向かってスプーンでスティンガーでフェアウェイキープ。まあさすがに260ぐらいだったら大体大丈夫でしょう。よっしゃ、どこまで行くのこれ。ああ、その辺ね。ああ、でも大体ね、イメージ通りのところまで来た。おお、オッケーオッケー。でもあれだ、ティーショットはちょっとそれが参考になる説ある。そうだね、確かに、うん、だから打ち終わった後に、まあちょっと結果発表じゃないけどね。ああ、何ヤードだったって、じゃあ良口何ヤードだと思いますって。そうだね、うん、いいこと言うね。いいこと言ったでしょ、うん、左サイドにね、あのボールぐらいかな、はい、でも。ナイスショー。よし、いいとこでしょう。いいとこでしょう。 OK、 完璧。よし、セカンドショットいきたいと思います。はい、でも一応ちょっとマネージメント要素としては、うん、分かんないんで、ミスするとしたら奥よりか手前だよね。だからそうだね、保険はかけるとしたら、ちょっと奥、あれ見ての通り絶対奥ダメだと思うんで、まあ150以上ありそうだけど、まあ150まで。お、良さそう。あー、手前だ、手前だ、ん、ありがとうございます。150イメージでしたが165。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ、いや、それはだから手前だよ、150しか打ってないもん、はいはい、142。さあ、142。何なんその2は。雰囲気、雰囲気ね。142、 OK。 測ってくれんの。いやいやいや、教えないよね。それはもちろん、びっくりした。それはもちろん、もう趣旨と全く違いますから。142、ファイナルアンサー？はい、大丈夫？で、8番アイアンで、うん、風は、え、フォロー？風はかんのなしだからね、こうやって感じて、ちゃんと。え？そうそう、そっか、そっかじゃないか全然大丈夫、うん、まあ、142、イメージで8番アイアンで、まあ、フルショットでいいかな。そしたら乗るかなって、乗りはするかな。いい当たりしたね、これとや。おお、すごい、測った時より。さあ、ちょっとどこまで行ったんでしょうまさかの142だと思い、実際の距離は148です。あ、嘘。はい、なのに奥142だと思い、うん、148で、はい、本来ショートするはずなんだけど奥奥。あれですかね、やっぱ風結構ありましたね、うん、ありましたね、ちょっとありましたね、はい、はい、打った後すごい吹いてきましたもん ね乗ってましたね、はい、いや、思ったより俺のちょっと手前だったな。結果いいところだね。でもどう、打つ時にさ、距離がやっぱ分かんないと、うん、普段とは気持ち的にちょっと不安、やっぱ不安だし、うん、セーフティーセーフティーに行ってしまいそう。ああね、そうだよね、うん、あ、まあ距離が分かって打つっていうのは当たり前なんだけどね。ね、でもないと実際めっちゃ不安。
リカちゃんめちゃめちゃいいっす。めちゃめちゃいい。奥じゃないし。奥じゃないし。いい。え、パターとかは補足する？うん、しないしない。あ、それも見た目なんだ。見た目。あ、だから見た目慣れしてるよね。俺パターは3ヤードでもちゃんと補足するもん。え？めちゃめちゃいいじゃん。激近。うまくない？え、今日うまくない？今日なんかね、あの右肩上がりでいい感じ。俺前回一緒に回ったのが前回のもうコラボだからかなり前だけど、めっちゃうまくない？なんかいい感じだね。あ、補足してた。ねえ。めっちゃ補足してた。こんなん癖で出ちゃうよ。やばい、喋りながらペナルティーじゃん。めちゃめちゃ補足してた。え、喋りながらペナルティー？怖っ。癖だわ。すごいね、やっぱもう体がね。うん。いやでも落としどころの補足ちゃんとしてないだけでもすごい嫌だもん。もうちょい行って。ああもうね。だからこのルール三久保くんの方が不利だよ。違和感がある。絶対。怖い、インパクトでちょっとなんか恐れがある。へえ。さあ普通にいいバーディーパットです。うん。今の補足？補足じゃない今の。ね、補足じゃない。なんか普段してるの。今の補足じゃ、いやなんかあまりになんか歩き方がなんかモデル歩きみたいな感じだったからちょっと補足してんのかと思った。違う？今の違う？違うよ。ちゃんとあと動画で現場検証するからね。うん、分かったし。で、うん、え？どっち？普段しないで急にすんのやばくない？しかもなんか例えばパターとかやったら下とて何って感じになっちゃう。まあそうなんだ。そうしてもしなくてもその。情報源にならない。あーナイス。あざっす。すげえバーディー取るじゃん今日。ね、何って感じ。いやいやナイスだよ。いただきます。はい。ボギーです。距離測んないでよくバーディー取れるね。本当だよね。いやいやうまいよ。ナイス。はい、じゃあ165だと思っていきます。165のアゲンストはね、まあ170ぐらい、7番アイアンちょうどで。おおおおちょっとインサイドだけど、まあまあそりゃでも浅見ね、浅見ゴルフクラブね、回り慣れてますからね。そうですよ。もう見た感じ144、さっきから絶妙なところ来るね。そうでしょ。144の上げです、はい、なので7番アイアンでちょっと抑えて144抑えなくてもいいかも、こんだけ上げてたら。でもなんか7で抑えた方が良さそうに見える。ちょっと待って、すごい球出た。距離とか距離とかじゃない。これあれだね、横田慎一さんとの企画でロストボールは球に影響するか問題で、うん、単純に自分のミスなやつ。え、間違いない。今さ、シャンクじゃなくあんな右飛ばせんのさ、すごいよ。方向は別に見てよかったの、大丈夫？方向見てんだよ。距離だけだからね。今距離だけなのに方向が手あさっての方向行ったけど大丈夫？大丈夫じゃない。大丈夫じゃない、はい、心配になる。じゃあ行きましょう。俺は7ヤードずれてて、リカちゃんがね4ヤードしかずれてない。おー。でも4ヤードしかずれてないけど打った方向は20ヤードぐらいずれてる。おもろいマジで。全然なんか特設の人みたいで恥ずかしい。確かに。あ、グリーン面はさ、グリーン面は結構左にね、うん、左に傾斜してて、こうちょっと早そう、はい、ちなみに今のショットはこの山の上からコロコロコローって落ちてきました。間違いない、はい、ここに打ったみたいな顔してるけど、うん、じゃあこういうアプローチも、うん、もう何ヤードくらいって思って打つのか、もうあの辺に落とそうで、もうあの辺に落とそう。あ、そうなんだ。なんか、うん、距離を数した時代もあったの、うん、ちゃんとそこに。でこれは大体じゃあピンまで何ヤードぐらいって思ってるの？あ、もう思ってない。思ってない。思ってもない。何の企画だよこれ。確かにアプローチに関しては何のあれもない。ピンまで何ヤードかでその誤差をみたいな企画なのに、ピンまで何ヤード？思ってない。そうだね。じゃあまあ言うならば言うならば
まあ18ヤードぐらい。あ、18ヤード。もうちょっとあるか、22。あ、そうだね、もうちょっと俺もあると思った。22ぐらいかな。22、いい線だね。うん、まあ、だから何ってぐらい。なんちゅう女だこの女。めっちゃ面白いね、やばい。だからなんか22だけど何みたいな。そこに捨てみたいな感じかな。まあこれ傾斜は結構強いね。もうちょっと上げなきゃいけなかったな。うわー、カップワンピンちょっとぐらい左、うんうん、でもやっぱあれだね、あの距離感をそうやってなんて言うんだろう、放物線を描いてこの辺に落とそうみたいに思ってる人って素振りの時も方向を見て素振りするんだね。 あそうかも、うん、俺とかはもう全然振り幅で考えてるからさ。あ、そうか、こういう風に思うか。そう、うん、そういう感じ。なんかイメージがさ、うん、素振りのイメージがなんかこういう感じだもんね。そうそうそう。で、あの辺に落とそうみたいな、うん、こういう素振り、うん、でも自分は例えばあそこが10ヤードだったら、うん、ここまでみたいな、うん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 、で、ここまでをやって打つけどこういう感じがないもんね。そっか、ああ、そうだね。イメージの出し方がやっぱ全然違うね。でもイメージと違う球出た。そうだね、うん、めっちゃまあその辺だね。 その辺今手でまた何回何ヤードそこに落とします、はい、3ヤードぐらいのところに。で結構傾斜が強かったんで、うわーやばい、うわーだね。今ちょっと落としどころがもうみんなここに落とそうと思ったんだよ。こっち落ちちゃった、この傾斜に。同じとこまで行ったじゃん。多分もうみんなここに来るようになってるのかも。そうだね、めっちゃコース綺麗ね。この時期が一番なんかね、てか本当この桜とか一番満開じゃない。うん、今日も花見にしようか。今日花見ゴルフだよね。サムネ花見ゴルフにしとこう。サムネ撮ろうか、あそこで、うん、あ、そうだね、いいね。傾斜は結構強いです。結構強い。まあ最後のホールだからどっちか締まりよくいきましょう。入れたい、はい、もうショートだけやめましょう。そうだよね、はい、うん、あ、惜しい。ググナイスパット、ありがとうございます。あ、来た、よいしょ、ナイス、閉まった、閉まりました、ナイス。はい、というわけで距離を測らずにプレー、本来4ホールやろうと思いましたが、思った以上にシュールだったので、はい、2ホールの動画で、堀川みくびチャンネルで、適当なタイミングで流そうと思います。まあでもどうですか、はい、距離測らずにセカンドショットとかは。あ、意外といけるかも。意外といけるね、まあ、だ100ヤード以内とかだったらどうなんだろうね。もっと難しい、逆に難しいかもしれない。俺はもう100ヤード以内とかだったらもう全然ダメだと思う。その60ヤード70ヤードとかがもう全然感覚が多分、でも多分意外と見た目でいけるもん。逆にアプローチ系だったら大丈夫、うん、アプローチとかだと何にも問題ないもんね。50ヤード以内ももう本当普通にゴルフしてた、うん、50ヤード以内はもう全然、はい、普通にミスしてたって感じ。そう、ちょっと間違いない。そうね、はい、何の不安とかそういうのでもなく普通に、はい、大ミスしてたね。ということはまあ結論から言いますと、うん、まあ1ヤード2ヤードの誤差っていうのはそんなに気にしなくていいね。まあ、大体アマチュアの方は5ヤードぐらいで、うんうん、見た目でね、はい、だって5ヤードだって5ヤードのパットって近いから ねそう、意外とそれ通りに打てない、うん、気にしすぎてもダメだね。でこうやってなんかあの目の練習、まあ、の距離感 の、ね、あの感じる練習にもなるんでちょっとまあやってみてください、うんうん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。投げやりな終わり方になった。投げやり動画、投げやり動画みたいになっちゃった。相当動画がなくなった時に出して、はい、シュールな感じになったんで、うん、いつか出します。いつか出して。